先月末、膵臓がんのため亡くなった元横綱千代の富士さんの通夜が営まれました。九重部屋の稽古場には祭壇が設けられ、現役力士や芸能人ら生前に親交のあった2000人以上が参列しました。もっと、ね、あの強い相手と稽古しなきゃダメだね、ダメだっていうことを言われてね、その思いをね、思い出しながらこう稽古しましたね。俺はお前のご冥福はお祈りしませんからね。早すぎだよお前。告別式は今日行われ、一般のファンが参列できるお別れの会は10月1日、両国国技館で開かれます。